M1906-65mm3 砲はフランスのシュナイダー社で開発され、1906年に部隊配備された合計 65mm の3砲である。M1906-65mm3 砲は渋滞機を備えた初期の火砲の一つで、1906年にフランスの山岳砲兵連隊に配備された。砲及び砲が部分は4つの部品に分解して、 ロバに乗せて運搬することが可能であった。第一次世界大戦、第二次世界大戦でフランス軍によって使用され、1940年のフランス降伏後にはドイツ国防軍により接収され、引き続き使用された。m 1 9 6 6 5 m m 三方は他にもアルバニア、ギリシャ、ポーランド、そして1948年からの第一次中東、戦争では、 イスラエル国防軍によっても使用された。第一次世界大戦でフランス軍はマケドニアの山岳地帯で m 1 9 6 6 5ト、mm、ル3砲を中央同盟国軍との戦いで使用した。バルカン戦線のテッサロニキでは72門の m 1 9 6 6 5ト、mm、ル3砲が投入された。第二次世界大戦時には不評支援用の野戦砲として使用されフランスが ナチスドイツに占領された1940年以降は、ドイツ国防軍によって6.5センチメートルゲブック221の名称で使用された。1948年に、イスラエルの独立宣言によって第一次中東、戦争が始まったが、当時のイスラエル国防軍は、世界中から手当たり次第に寄せ集めた兵器を使用して戦っており、その中に、 1> m 1 9 6 6 5トル三法も含まれていた。イスラエル軍では m 1 9 6 6 5トル三法のいかにも古めかしい外観からナポレオニックというニックネームをつけていた。イスラエル軍で最初に使用された照準機のない状態の二艇の m 1 9 6 6 5トル三法はイスラエル北部のレガニアでの戦いに投入された。これは イスラエル軍が初めて野戦砲を使用した戦いでもあった。その後の第一次中東戦争の主要な戦いにも M19665mm3 砲は投入された。その後、退役した M19665mm3 砲はイスラエル独立時の苦労を物語る記念碑としてイスラエル国防軍歴史博物館、イスラエル砲兵隊博物館のほか。 イスラエル各地に展示されている。ありがとうございます。